いくない？ドーンハンバーガー一番大当たりって感じがします。こんにちは、くまみきです。やっと涼しくなってきましたね。というわけで今日はシーンの秋冬アイテム15点紹介していきたいと思います。めっちゃ可愛いです。今回もで今から紹介するアイテム全部動画概要欄の方にブワッと載せとくので気になるのあったらぜひ見てみてください。そして今回クーポンコードもあるのでこちらもぜひ使ってください。というわけで実はですねもう今着てるのがシーンのアイテムなんですよ。というわけでまず一つ目に選んだのがこちら、ハートが可愛いニットです。ちょっと今インしてるから出しますね。こんな感じ、ドロップショルダーになったハートパターンセーターです。このハートがさ、すっごい可愛くない？カラフルなんですよ。全体の印象はカラフルなんだけど、でもこのカラフルが細かいカラフルなんで、あ、着やすいって思いました。大きくハートボンボンボンってよりは、このコチコチコチって細かい感じになってるのでね、ここにいろんな色も入ってるし、お洋服合わせやすいんじゃないかなと思います。4種類ぐらいこのハートのあったんだけど、アプリコットってやつを選びました。この地の色がナチュラルな感じで、それもまた可愛い。あと、お袖ですね。お袖が、こんな感じ。ここが、キュッとしているので、秋冬って、こう、袖をさ、巻くこと多いじゃないですか。これ割とね、こう、止まってくれるんで、それがすごくありがたいです。後ろまで、ぎっしり、ハートになってまーす。そしてさっきから下にチラチラっと映ってるこちらもシーンです。じゃじゃーん。こちらはお花のね、形のポンポンがついた A ラインのスカートになってます。もうめちゃくちゃ可愛い。色味もさ、すごい珍しいチェック柄だしさ、素材もモコモコしてて気持ちいいし、ポケットもちゃんとついてます。ウエストはこういうゴムになってますね。このところがちょっと太めなデザインで、というわけでこちらの2つをね合わせてコーディネートしてみました。めっちゃ可愛くない？どっちもね単品で見たらガラガラみたいな感じで派手かなって思うんだけど、なんか意外と合っちゃったと思って合わせちゃった。どうですか？どっちもね派手なんだけど、でも色味がね秋冬カラーでちょっと落ち着いてるのでね、いい感じにまとまるんじゃんと思って、はい、合わせました。ちなみに今日下段ボール引いてます。なんかマット欲しいね。おしゃれなマットとか引きたいんだけど、ちょっととりあえず段ボールスカートの丈感これで伝わるかな。私が履いてるのは S サイズになります。だいたいこんぐらいで、ちょっと前だけインして着てるような感じですね。ニット出すとこのぐらいなんで、まあ、腰骨ぐらい。今日もねこんな感じでサイズ感も紹介していくので参考にしてみてください。じゃあ次行きましょう。続いてまた派手セーターです。こちらブロックストライプドロップショルダーセーター、こう太めのボーダー、いろんな色が入ってるのでこれも洋服合わせやすそうですよね。でこれにちょうど合いそうな感じの色味のスカートも選んでて、じゃーん、ピンクのスカート、無地で細かーく縦ラインが入ったスカートになります。ウエストはゴムです。ちょうどここのピンクと、まあ、近いかなと思って、はい、ちょっと合わせてみます。ね、合わせようと思って着替えてたらさっきのニットとスカートが相性良かったっていうだけ。じゃあ着替えます。はい、着てみました。まずニットをこんな感じね着てみると、すごいなんかトローンってした感じのニットでね気持ちいいです。少し静電気を着やすいかなって感じはするけど、このケバケバ感がまた可愛い。スカートってちょっとこれいけると思ったけど派手すぎたかなまあ一応一旦素材感だけお見せしたいと思います。履くとこんな感じのスカート、めちゃくちゃ使いやすいと思う。まあ、ちょっと派手になっちゃったんですけど、まあ、着るときは少し前をにする感じかしら。ちょっとスカート後でもっと合いそうなのあるんでそっちで着替えますね。一旦こんな感じだよを見せたい。はい、全身で見るとこんな感じ。あ、ニットの長さはこうね、この辺で、スカートが結構これ良さげで履いててめっちゃ楽で、裏地はついてないんで気になる方は1枚履いてあげるといいかなと思うんだけど、でもね色も派手だから透けないしいいかなって感じです。あと横ここにね
スリット入ってんの。これ嬉しいよね。あ、待って、横にスリットがあると思ったけど、これ後ろかも。一箇所しかない。一箇所しかなかった。はい、後ろにちょっとスリット。で、そんなにピタってしたスカートじゃないんで、めちゃくちゃ足動かしやすいです。だけど、この縦ラインでスッと綺麗にね、足長効果ある感じに見せてくれる万能スカートなんじゃないかなと思います。でもちょっと、もう一個違うスカートがあるから合わせてみたいので紹介します。もう一個紹介したいスカートこちらです。可愛くない？黒のスカートなんだけど、素材感がちょっと特徴あって可愛いと思って選びました。ウエストはゴムになってます。ちょっと履いてみましょう。お、こっちだとちょっと大人っぽいコーデになって、こっちの方が好きかも。これめちゃくちゃ履き心地がいいです。ウエストゴムすごいちょうどいい。なんかめちゃくちゃね、伸縮性があるの。丈感はこんな感じです。結構長め、私このぐらいの丈好きだな。でやっぱ素材がちょっとさ、ポコポコってしてるから、それがすごい可愛くって、ちょっとこれは高見えアイテムな気がします。じゃあトップス変えたいと思います。こちら、じゃん、かわいい。ハンバーガー&スローガングラフィックドロップショルダースウェットシャツ。もうこのハンバーガーが美味しそうすぎて、見た瞬間欲しいってなりました。でこれは後ろで、前はねシンプルなの。胸元にワンポイントあるだけだから派手だけど、まあ、パッと見シンプルで合わせやすいかなって感じです。着てみたんだけど、もうめちゃくちゃ可愛い。サイズもいい感じ。丈感ちょっとお尻がギリ隠れるか隠れないかみたいな感じですね。前はシンプルなんだけど、後ろはドドーン、ハンバーガー。でこれめっちゃラフにデニムとかね、そういうので着て、なんかキャップかぶってとか、そういうのも可愛いんだけど、こういうさ、スカートでちょっとラフプラス女子なコーディネート好きなんですよね。そう、こういう感じ。スニーカーとかでも可愛い。はいね、上も楽、下もすごい女子っぽいけど楽な、そんなコーディネートです。前ちょっとインしてあげてもいいかも。うんうんうん、これはちょっとヘビロテアイテムになりそう。でこれ気になるよね、みんな気になるよね。裏はモコモコ裏キモタイプのスウェットでした。続いて雰囲気を変えて、じゃん、シャツです。ピンクとブルーのストライプシャツ。ちょっと女持っててもよくわかんないと思うので、早速着てみます。はい、というわけで着てみました。めちゃくちゃオーバーサイズで可愛くない？もうこれ一年中着れると思うんだよね。これちゃんと締めてあげて、上にさスウェットとか重ねたりしてもいいし、春夏とかでもね、なんか今もそうだけど、キャミソールの上にね、こう寒い時とか貼ってあげる感じで着ても可愛いと思う。大きいんで後ろにもこうちょっと垂らしやすい感じです。お尻もすっぽり隠れるサイズ感になっています。でほんとオーバーサイズで、袖は結構長いし太めだなって思いました。というわけで、もしこのスカートと合わせならこんな感じかなっていうので、ちょっと調整してみました。袖をちょっとまくって、はい、手首出してあげて、で少し後ろにこんな感じで垂らしつつ、前だけスカートにインしました。私もともとシャツあんま着ない人で、でも春ぐらいからいろいろちょっと着てみたりしてたんですけど、これなんか今までで一番使いやすい感じがする。しっくり着てる気がする。これから活躍してくれる予感です。続いてニットを合わせてみたいと思います。こちら、お袖のところがこう色がこんな変わってるね、セーターで、私ね今季こういうの欲しいなって思ってたんですよ。早速着てみます。はい、着てみました。着てから気づいたんですけど、見てこれ、指通すとかあった。いや、よく見ろよって感じ。乗ってました。ちゃんと乗ってましたが。はい、指通すとかありました。アームウォーマーつけてるみたいで、かわいい。ちょっと肩のところが割と広めで、この縫い目が結構外にあります。ピタッとした感じのニットです。丈はこのぐらいで、入れるとこんな感じになります。ニットが結構薄手なので、すごいインしやすいタイプのものかなと思います。指ずっと入れてるけどね、こう抜いちゃってちょっとこの辺でクシュクシュってさせてあげたりなんかしても可愛いと思います。よし、じゃあそろそろスカートを変えようかな。じゃーん、ヒョウ柄スカート。ウェブで見る
画像だと、もうちょっと字が白っぽく見えるかなーって印象なんだけど、実物見ると、割と色濃いめかなーって思いました。一瞬ダルメシアンかなと思ったけど、ヒョウ柄ですね。はい、しっかりヒョウ柄です。の三段ピアードのスカートです。で、上も変えようと思うんですけど、こちら、かわいい。ヤマトアルファベットグラフィックサーマルライドスウェットシャツっていうね、はい、こちらのグラフィックが可愛くて選びました。あ、裏起毛ですね。モコモコしております。着てみます。わーい、楽ちんコーデー。スウェットのサイズ感こんな感じです。ちょうどいいですね。もっとダルって着たかったらもっと大きいサイズ選ぶといいかも。ちょうどお尻が隠れるか隠れないかって感じです。で、スカートの方はウエストゴムになっています。で、ちゃんとね、裏地がついてるの嬉しい。これは安心ですね。今スウェット合わせてるけど、このスカートね、結構柔らかい素材なんで、もうちょっとドレッシーな感じのコーデとかにしてみても可愛いかも。全身だとこんな感じです。もうさらってね、お出かけできる感じでいいですね。今ブーツとりあえず履いたけど、スニーカーとかでも可愛いかもしんない。あとね、こういう上着も発見しました。モコモコが可愛い。これも着てみないとわかんないよね。着てみるね。 S サイズを選んだんですけど、結構ちょうどいい感じがするんですよね。ほら、いいね。モコモコが可愛くて、ポケットがね、大きいの2つボンボンってついてるんで、スマホとかもね、スッて入れられていいかなと思います。でもちょっとこう折ってあげたりなんかして、こうさらっと着る感じね。寒かったらね、襟立てて、もうここでこうやって止めちゃうっていうのもできます。で、ボタンがこうついてて、こんな感じでね、止められます。ボタンもこれ結構やりやすい硬さだし、いいですね。最近ちょっと朝晩寒いのよ。古民家のね、冬は寒くてね、これ家で着るのにもちょうどいいかもしれない。あったかい。これキャンプとかにも良さそう。色もこれカーキなんで、すごいラフな服装とかね、いろいろ合わせやすいと思います。ちょうどこの感じにね、合うなと思って羽織ってみました。袖の長さもね、すごいちょうどいいです。続いてはちょっとストリートっぽいこちら、ボーダーの T シャツなんですけど、お袖にねバッチがついています。かわいい。ちょっと早速着てみます。はい、着てみました。こんな感じです。やっぱここのバッチがかわいいね。なんかオレンジのパンツとか合わせてもかわいいと思う。ほんと結構オーバーサイズで、お尻すっぽり隠れます。で、ドロップショルダーになっていて、ここら辺ですね、縫い目ここら辺結構落ち気味になってる、ゆとりがあるトップスなんですけど、お袖がリブなんです。これ私結構嬉しい。あの、ほんと袖まくりが楽な服大好き。リブなんで、こうやってもう勝手に止まってくれるんですよ。洗い物とか洗顔とかそういう時楽で。またさっきの黒いスカート合わせてます。これ万能ですね。ちょっとこんな感じで全部インで着てみたんですけど、めちゃくちゃスッキリしてません？本当このスカートが私今回一番大当たりって感じがします。めちゃめちゃ着回し効くアイテムだと思う。これに黒いキャップとかかぶって白黒コーデみたいなのもすごい可愛いと思います。さあ、そしてお洋服、こちらが最後でーす。ワンピース、スモックドレスだって。と、でかすぎてわかんないね。もう着てみましょう。はい、こんな感じのワンピースでーす。ちょっとサイズちっちゃかったかな。すごいジャストな感じなんですけど、もうワンサイズ大きくしてちょっとたるんって着ても可愛いかなと思いました。ちょっとこの辺ね、購入される際の参考にしてみてください。着心地はすごい良くって、あったかいですね。裏起毛のね、モコモコ素材になっています。で、ここにプリントがね、されております。でさ、私、しれっと帽子かぶってるんだけど、あの、これも実はシーンです。お花柄がめちゃくちゃかわいい。帽子。見てたらね、パープルもあってめっちゃ迷ったんだけど、このね、なんとも言えないブラウンの淡いお色にしました。で、内側にこういう紐がついていて、サイズ調整ができるようになってます。シーンってさ、結構こういうサイズ調整できる帽子多いよね。これすごい嬉しいんだ。今かぶると改めてこんな感じでーす。もこもこでね、秋冬は可愛いよね。あと一番最後の紹介になるんですけど、じゃーん、バッグでーす。
ぱ秋冬ってヒョウ柄見ちゃうよね。こちらは紐がジョーンと長いバッグになっておりまして、サイドをギューッと絞ると巾着型になります。中はね、こういう黒い感じで、ポケットとかは特にないですね。ちょっと携帯と財布だけ持ってちょちょって出かけたいわって時に良さそうなバッグでーす。結構この肩紐が長いんで、ちょっと調整して自分で結んであげるといい気がします。うん、こんな感じで。カラーが色々あったんですけど、私は人気のカーキを選んでみました。はい、というわけで全部紹介し終わりました。皆さん気になるアイテムはありましたでしょうか？私はやっぱ黒のスカートがすごい万能でめっちゃ良かったっていうのと、一番最初にやったコーディネート、あれ結構お気に入りです。みんなどれが気になったかぜひコメントの方で教えてください。そして最初にもお伝えしたんですけど、今回クーポンコードを出ております。とってもお得にお買い物できるので皆さんぜひぜひ使ってください。紹介したものもね、概要欄の方にブワーって載せとくので、シーン結構人気のものすぐ売り切れたりするんで、気になるのあったらお早めにチェックの方お願いします。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。